ふう、6匹に努力値全部振り終わったぞ。お、野生ポケモン倒しまくってきたのか、お疲れなんだぜ。え、努力値振りは全部お金と薬の力だったけど。じゃあなんで汗水垂らして達成感に浸ってんだよ。そのお金、どっから湧いてきた？ニンフィアがいつの間にか稼いできた。汗水垂らしてるのニンフィアじゃん。と、ようやく育成が完了したので SV 初のランクマ、やってくよー。私のパーティーはこんな感じ。全員 SV で新しく登場したポケモンじゃん。テンション上がんなー。そんなことなかったわ。なんか見たことあるこの人。見知った顔で悪かったな。でもこの見知った顔、現環境トップメタポケモンなんだよね。さすが強さだけは一級品のポケモン。しかも今作で捨て台詞もらってさらに強化されたんだよね。どうして？俺は内定をもらうために得意技の土下座をしてきたからな。そしたら捨て台詞もセットでついてきた。異世界転生並みのついで感覚最強セットやめろ。ただ同時にキャラかぶりポケモンも生まれた。神、土下座、悪タイプ、なぜこんな限定的モチーフがかぶってしまうのか。ちなみに霊夢さんはこの中で誰を活躍させたいんですか？今日はまだあんまり注目されてないエクスレップを活躍させようと思ってるよ。 SV の中でもトップクラスに見た目が好みなんだよね。めっちゃかっこいいよなこの虫。虫タイプの中では2番目にかっこいいって感じだぜ。1番は俺でしょ。相手のパーティーにも3体ほど新ポケモンがいますね。ふ、全員準備さえ整えばエクスレップでボコボコにできそう。先発はステロ要因の砂の毛皮、控えはエクスレップと最終防衛ラインの巨人オンで対戦よろしくお願いします。相手の先発はマスカーニャ、立ちましたね、ニャオハ。こっちは立ったレアコイルを出すぜ。本当に立ってるし。レアコイル立つな。レアコイル立って。誰も予想してなかった論争も立ち上がってます。古代レアコイルこと砂の毛皮は名前の通り、電気地面タイプ。マスカーニャ的には格好の餌に見えるでしょう。こいつ鋼入ってないんだ。でもご安心、こいつはタスキ持ってるからマスカーニャに対して電磁波打ち放題の見放題。ワンドリンク性の間違いだろ。せっかく立ったけど膝まずかせてやるぜ。さあマスカーニャは叩き落とす。交代読みも兼ねてっぽいですね。あ、こいつ変幻自在なんだ。ついに草子三家にも変幻自在がやってきたー。と思ったらこのタイミングで変幻自在弱体化。かわいそう。これもう変幻限定だろ。ちなみにマスカーニャの S は月光がより高いです。露骨すぎて草。電磁波を巻いたから次は上から行動できるんだけど。どっちにしようかな。多分これダメージ的にハチマキ確定だから、控えのタスキ持ちのこと考えてステロ巻いた方が良さそう。とここでマスカーニャは交代。出てくるのは、地面、鋼タイプの鉄の輪立ち。あれ？もしかして大地の力抜群で入るんじゃない？次のターン上取ってたらボコボコにしちゃおう。露骨なメタやめてください。絶対砂の毛皮を意識したわけじゃねえだろ。第一砂の毛皮の S が101なのに対して鉄の輪立ちの S は107ですけど。こいつそんな早いの？どうしようもないから出すしかない。エクスレップを。エクスレップって虫タイプだから地面技は半減だけど、次のターンの攻撃耐えるかな。防御は波くらいあるからこのダメージ次第でワンチャン。うん、これなら仕事できそう。つっても相手は見るからに防御高そうだぞ。不意打ちで風船割るくらいしか仕事できなくね。いや、ここで撃つのは飛びかかるだよ。アップな、もう怒ったぞ。虫が顔面に飛びかかってくることの恐ろしさを思い知らせてやる。でも相手鋼タイプなんだよね。虫タイプの相性改善してくれよマスダ。うん、半減の割には入ってね。攻撃力クソ高バッタだったりする。エクスレップの特性は色眼鏡、高回魔一つの技の威力が2倍になるんだ。つまりほとんどのポケモンに対して相性が無効になる。なんだその虫タイプが全員欲しいようなミラクル特性。そして飛びかかるデイを下げたことで巨人音が安心して無双できる。確かに地面も鋼も安心して受けれるのは嬉しいが、こいつの耐久力はなんぼなん。防御がマッシブーンくらい、特防はマッシブーンの 1.5 倍。なんだこの無駄のない最強種族値。岩タイプの限界を試そうとしてない。でもさ、こいつがいくら種族地強者といっても所詮は岩タイプ。今はびこってる木の合差に奉仕打たれて終わりじゃないのか。あ、このポケモン状態異常無効です。ポケモンの状態異常ってスピリチュアル的な要素だったの？眠りも無効、やけども無効、麻痺も無効、全員節を巻いとけば寄ってきません。めちゃくちゃだこのポケモン。あれ、でも木の合差は草タイプだし、一気種マシンガンで終わりじゃない？そこは後で紹介する秘蔵のテラスタルで万事解決よ。さあ鉄の輪立ち、巨人音はもう突破できないぞ。硬すぎて草。サビド、塩漬け。霊夢、あれを塩漬けにしても美味しくないぞ。もしかして DS とか塩漬けにして食べてた？そんなやついるわけねえだろ。なるほど、塩漬けにすると相手が毎ターンダメージ食らうのか。しかも鋼と水タイプはダメージ2倍です。フリタイプの対策もできるとか本当に森に盛りまくってるな。森塩だしね。はい、自己再生で回復。回復も覚えるのかよ。自己再生弱体化しちゃったけど、まあそこまで気にならないかな。ねえオーロンゲ、僕にも土下座のやり方教えてくれない？再生弱体化でプライドゴミ箱に捨てちゃった。今までが強すぎただけ定期。まあポリプーはテラスタルでむしろ強化されてるみたいな風潮あるから。さあ、鉄の輪立ちを突破した上に防御が6段階も上昇している巨人。
ですがマスカーニャはこの防御上昇を無効にしてきます。トリックフラワー、確定急所技なんか、そりゃ無敵のポケモンなんて作るわけないわな公式が。それについては心配いらないよ。なんせだって新要素、テラスタルがあるからね。これは、毒タイプか？ふふ、いくら確定急所でも半減タイプには無意味よ。なるほど、こうすればキノガッサの格闘も草も全部受け切れるし、状態異常は無効、もう何も怖くないのか。あと、毒にしてるのにはもう一つ理由があって、毒タイプは耐性がめっちゃ優秀でかつ、弱点が地面とエスパーのみ、そのうちエスパーはマイナータイプだし、実質弱点が地面だけ、地面は裏のポケモンでカモにすればいいってわけよ、サザンとか相性良さそう。てか鉄壁詰めば地面も受けられるのでは。ほんとだ。じゃあ実質弱点なしです。ゲイフリはこいつに岩タイプの希望を背負わせすぎだろ。強いて弱点を上げるとするならこの方だと時間がかかるから実況動画向けではないということかな。カットバイ即死すポケモンじゃん。マホイップ2000やめろ。でもオベ強いよ。今後も使ってよ。強いだけじゃ生き残れない。それがここさ。じゃあなんで生き残ってるんですかね。さあ倍速カットでマスカーニャのダウンが飛ばされましたが、3体目はパーモット、最近の祈りという瀕死ポケモンを復活させる技を覚えます。マジかよ。または抱きかマスカーニャ来るってこと。まあ、巨人王の敵じゃないか。いや時間が伸びるから実況動画的に苦しくなるぞ。そこはお前らのトークで何とかしてくれよ。こないだのサッカーの試合、見た？ドイツに勝ちとかすごいよね。せめてポケモンの話をして。パーモットは再起の祈りではなく、電光衝撃で攻めてくるつもりです。燃え尽きるの電気版ですね。ああ、撃ったら電気タイプなくなる感じの技か。ただしテラスタルは使用上絶対タイプがなくならないので、こういった技を連発できます。へえ、面白いじゃん。まあどんなに打ち放題でも巨人王にはちっとも入らないんですけどね。せめてギリギリを演出してくれよ。はい、塩漬けでパーモットの体力がなくなったので、私たちの勝ちです。対戦、ありがとうございました。次こそはエクスレップ活躍させたい。この動画のタイトル、見てみ、多分無理だぞ。そんな。あれから、何戦か潜りました。めちゃめちゃ、勝てました。全部巨人王がボコボコにしました。どんだけ強いんだよこいつ。彼がパーティーにいると、他のポケモンの活躍が食われてしまう。塩で食われる側なのに。まあ塩ってたくさん食べたら体に悪いしな。だから今度こそエクスレップを活躍させたい。色眼鏡剣舞玉テラスタル不意打ちでここにいる奴ら全員ぶちのめしたーい。ロマンがあるタイプのポケモンなのね。エクスレップんじゃ戦術はさっきと同じでいくよ。また巨人王いるの。だってめちゃくそに刺さってるんだもん。人生もバトルも同じ。保険必要。おで保険。保険の内訳が破格すぎるんだよな。てかこいつ喋ってるけどさ、もしかしてこいつが SV のメンバー枠になるの。え？違うの？最終的にどうなるかは私たちにもわかりません。どうなる？巨人王。対戦、よろしくお願いします。相手の先発は偉大な牙、種族値が実質マッシブーンなことで話題ですね。俺も S87 欲しいんだけど、増産だけずるいと思います。お前が S 上がったら本格的にヘラクロスの立場なくなるからダメ。さあ、こっちはさっきと全く変わらず先発砂の毛皮。はい、初回の動画なのに俺の出番ありませんでした。クソだよ。早速捨て台詞で退場するな。彼はどうせそのうち酷使されるのでいいとして、偉大な牙には電磁波が入らないので捨てろから。そこそこ速くてそこそこ火力があって、そこそこ技が強い砂の毛皮、いいですね。個性が強いパラドックスにしては地味な能力だな。鉄の味じゃなくて地面の味なんだから仕方ないね。偉大な牙はさっさと特殊技で削っとかないと安心してエクスレップを展開できないので大地の力で攻撃だー。これで急所なの。直帰型だな。どんまい。一応エクスレップで上から攻撃して倒せるけど、ドンファン捨ててくるのか取ってくるのか。相手的にも巨人王は恐怖だろうし、うちにはラウドボーンもいる。まだまだ仕事はありそうだからこぶってところか。もし突っ込まれてもインファを耐えると思う。そうしよう。ちなみにこれがダメージ計算ね。ごめんなさい耐えないです。どう考えても飛びかかる安定場面じゃねえか。だけど私は交代にかけるよ。わかってる相手なら色眼鏡なの知ってるはずだしね。ついに来た。エクスレップショーの開幕だ。さあ相手が出してくるポケモンはギャラドス。威嚇で攻撃を下げてくるポケモンですが、そんなに防御が高いわけではないです。ギャラドスならステロも入ってるしテラスタルなしでも落とせるんじゃないかな。このエクスレップは純速で最速ギャラよりちょっと遅いから不意打ちで攻撃したいところ。そういや今作のギャラはダイジェットがなくなったから使いやすい飛行技ねえのか。ということは飛行テラスタルが見れるかもね。これ飛行タイプじゃないよね。カモメの形してるから飛行でしょ。それはさすがに苦しすぎない。
また急所かよ。うわ、しかも持ち物ごつめだったし、ワンチャン有効急所説ある。どうなんでしょう、真相は謎のままです。まあいいや、剣舞詰めてるから偉大な牙も倒せるぞ。ふっ、でも偉大な牙の種族値は実質俺、お前に実質マッシブンの偉大な牙が倒せるかな。余裕でした。俺も明日メガネ屋さんに行こうかな。いいぞエクスレップ、お前はできる子だ。仮面ライダーみたいなのに悪タイプだけど、通りのいい役技が使えるからむしろ悪役大歓迎。この方も不意打ちあってこそ成り立ちますもんね。と、お相手のラストはとどろくつきでした。こいつ何タイプなんだ。タイプなんて悪が4分の1されなければ全く関係ないよ。不意打ちで勝ち確だー。待って、とどろくつきって言う前あるよね。あるな。色メガネ不意打ち怖すぎだろうし、スカしてきそうだよな。ここは不意打ちより有名よりで飛びかかる。真の強者はね、不意打ちのタイミングを見極められるんですよ。でもこの人は強者じゃないので見極められませんでした。私は、弱い。深読みばっかするからこうなるんだよ。人とのコミュニケーションとかもそうだろう。それは本当に聞きすぎちゃうからやめて。まあでも、保険に入れといた巨人がいるからこの試合は勝てますわ。大量発生してるとどろくつきに勝てんの？いけるいける、対面で鉄壁すれば急所に当たらん限りボコボコだから、ユウマイは積む隙ができるボーナス行動だから、恐ろしいなこのポケモン。でもさすがにミミッキュドラカルトは厳しいんじゃないの？清めの塩はゴースト技半減効果付きなので余裕です。盛られすぎてエベレストできちゃったわ。じゃ、あとは塩漬けして耐久上げてけば勝ちだね。硬すぎる。一応地割れも覚えるから、運が良ければ短期決戦いけるかも。運は良くなく普通のセットアップだったので、倍速カット編集とさせていただきます。これじゃあ勝ってるのに塩試合みたいじゃねえか。塩試合なんだってば。というわけで、対戦、ありがとうございました。みんなも育成するポケモンに迷ったら、とりあえず巨人王を育ててみてはいかがかな？毒、ゴースト、飛行テラスタルあたりがおすすめだよ。ところで、レグラー採用は？ちょっと持ち帰らせていただきますね。あ、これ絶対迷ってるやつだ。